ハンカチタオルを補修する。ハンカチタオルの周囲がほつれてきました。持ち主がまだ使いたいというので補修することにしました。何箇所かほつれがあります。ほつれた部分を取り除くように周囲を切り落とします。切り落としました。周囲を巻きロックで処理します。巻きロックにはウーリー糸を使います。画像はきなりですが、使ったのはグリーンのウーリー糸です。巻きロックを一周かけた状態です。ところどころ隙間がありますので、もう一周かけることにします。巻きロックを二周かけました。隙間がほぼなくなりました。完成です。もうしばらく使ってもらえそうです。